F. M. 読みたん七十八点六メガヘルツ。デューューラゴンプレスギのマンデーナイトドラゴン。うん。うん。はい、すみません。 はい。そういうわけで始まりました。琉 u ドラゴンプロレスニングのマンデーナイトドラゴンちょっとあのデータバンクの方のね、あの曲が入ってしまいましたが、えー、本日も、えー、私、琉 u ドラゴンプロレスニングのスーパーマンタローが、えー、1時間生放送、実況生中継でお送りいたします。えー、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そんなわけで、そんなわけでって毎週言い続けてはおりますが、えー、なんとですね、私、と、グルクンさん、 えー、今日の十、お昼ぐらいに帰ってきましたが、なんと台湾遠征、僕としては初めての台湾遠征から帰ってきたばかりでございます。いやー、台湾楽しかったですよ、皆さん。あのですね、ご飯が美味しいんですよ。ね、もう始まってすぐにご飯の話をするのもどうかと思いますが、とにかくご飯が美味しかった。いや、もう本当にね、非常に、 え楽しかったわけでございますけれども、はい。そんなわけで今日もね、え一、ー、週間の我々いろいろありましたので、はい。今週はあの、試合もお休みだったんですけれども、その沿線の話でしたりとか、そのご飯の話だったりとかできればなと思いますので、えー、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。ん曲がなんかリピートしちゃってますね、これね。 止めときましょう。うん、そういうわけで、えー、本日もね、始まりました、リュウリュウドラゴンボセグマンデーナイトドラゴンなんでございますけれども、ね、僕ちょっと今ちょっとテンパってますけれどもね、はい、そんなわけで、台湾の話もね、たくさんしていきたいなと思いますけれども、僕初めてのその海外遠征、もちろんその大会出るのも初めてではありましたが、あのー、海外に出ること自体が初めてだったんですよ、今回。なんで国際戦に乗るのも初めてで、 もう勝手が分からなかったので,でね、本当にあのー、一人でど,どうなるもの、どうなることかと思いながら、ね、頑張っていたわけなんですけれども、はい。あのー、びっくりするんですけどね、その、台湾でね、いつもと違うなと思ったのが、あのー、自販機が少ないんですね。日本って至るところに自動販売機があって、すぐジュースが買えるっていうのがあるんですけども、あの意外とあんまりなくてですね、台湾。あのー、ま、 もともとよく聞いてたのは治安の関係で日本は自販機すごいいっぱいあるけど海外だと自販機設置したらもうぶっ壊されちゃうみたいな話をねよく聞きますけどもはい実感するねできることもねいっぱいありましたしはい外に出るとねやっぱり自分の国海外に出るとやっぱり出ないとではやっぱり普段の自分の生活の見方も変わってくるんでしょうねこれねやっぱり全然文化が違うなと思ったのとただですね台湾の風景ねあの 同じだなっていうのがすごいあったのが、あの、ファミリーマートとセブンイレブンが本当に多いんですね。あのー、レベリーのケンちゃんからよく話は聞いてたんですけども、まさかそんなことないだろうと思ったんですけど、もう台湾の空港から出て、その、台北の街をね、その一緒に回らせてもらったんですけども、いやー、セブンイレブンとファミリーマートがね、すごい多いんです。日本のコンビニがね、もうあちこちに、あの、両隣、あの、道路を挟んで、両隣に、あの、ファミリーマートがあったりとかね。はい。これは、 これは商売成り立つのかってぐらいいっぱいコンビニがありました。はい。でもやっぱコンビニの中にね、置いてあるものが全然違うんですよ。その、ドリンク一つ取ってもやっぱり、その、ペットボトルの形が全く違うだとか、あとはコーヒーね、あの、日本だと紙パックだとか、あの、あの、コップ型のやつがあったりはするんですけど、この筒状のね、 あなかなかね、言葉で伝えるの難しいんですけども、筒状の、こう、なんて言うんですかドリンクホルダー、ドリンクホルダーじゃないですけど、なんて説明すればいいですかねうーん、説明は難しいんですけど、ほんとに水筒みたいな形、あの、ちょっと小さめの水筒みたいな形の、その、コーヒー、コーヒーとかね、ミルクコーヒーとかが入ってるのがありまして、甘くて美味しいんですけどね。はい。まあ、そんな感じでね、え、異国文化を、と接してきましたけれども、もちろんね、ただ、 グルメ機構を楽しんできたわけじゃございません。私もグルンさんも、え、初、えっ、ー、と、私としては初めてですが、あの、新台湾プロレスリング、えー、NTW の方にね、えー、参戦いたしまして、えー、無事に大会の方もね、やってきましたし、非常にね、盛り上がった大会ですので、こちらのプレイバックでもね、していて、していければなと思っております。えー、もうぜひぜひね、あの、皆さんからもそんな話、台湾の皆さんからもね、メッセージくれたらね、YouTube 見れるのかな でもすごく嬉しいんですけれどもね。はい。えー、そんなわけで、えー、今回はね、私のちょっとした、あの旅行、旅行じゃないですけれども、あの、あちこち回ってきましたので、えー、それにも引っ掛けまして、本日も、えー、トークテーマを発表したいと思います。本日のメールメッセージテーマは、え、ちょっとした冒険。 というわけでですね、え、あなたのちょっとした冒険。まあ、これはもうもちろんその旅行だったりとか、えっと、旅に出た話でもいいですし、なんかこの冒険という言葉にね、えー、いろいろ含まれておりますので、あなたが、えー、いろ、今まで体験したちょっとした冒険などをね、えー、メッセージを送っていただければなと思います。えー、今のところ、えー、メッセージは来ておりませんので、え、今送っていただければ、あのー、どんどんね、えー、読んでいけると思います。えー、 グフグンさんからそんなわけで少なめでお願いしますと来てますので、頑張ります。はい。そんなわけで、あ、もう行ってしまいましたね。はい。ちょっと気をつけないといけませんね。というわけで、えー、メッセージの方は、えー、電話番号、電話とメッセ、えー、ファックス、そしてメールアドレスございます。えー、おかけ間違いのございませんようにお願いいたします。えー、まず、えー、電話番号から行きましょう。えー、0989587860。0989587860。 え、ファックス番号はこちらです。え、0989587861。0989587861まで、え、おかけ間違いのございませんように。え、メールアドレスはこちらになります。f m 7 8 6アットマーク fmyomitan.co.jp。f m 7 8 6アットマーク fmyomitan.co.jp。 a.n.co.jp でございます。えー、皆様からのメッセージ、エピソード、えー、ドどしシを応募してくださいませ。このどしどしってね、あの、こういう、メールをくださいねっていう時にしか言わないよ、は、らしいねっていう話を、キャプテンイーグルさんとね、したことがあったなと今、ふと思い出しました。そんなわけで、そんなわけで、また言ってしまった。ちょっと気をつけないといけませんね。えー、それではですね、えー、こちら、ユーストリームの方にメッセージが来ておりますので、 はい。ちょっとだけね、読んでいければと思います。あの、先週ですね。前々回、先週かなえっ、ー、と、僕とキャプテンイーグルさんで、えー、ラジオやったんですけども、あの、ちょっとメッセージが反映されてなかったようですので、そちらの方もちょっとずつね、拾っていければと思います。お、あ、先ほど、カズヤさんから、台湾の新台湾プロレスのカズヤさんからもメッセージが来ております。えー、カズヤです。マンタロウさん、また台湾に来てね。あ、笑顔のマークが来ております。ありがとうございます。ぜひぜひ、また呼んでいただければ、スーパーマンタロウはせさんじますので、ぜひとも、 またおはをください。よろしくお願いいたします。はい、そして、えー、お、ヒさんからですかね。早めにスタート。そんなわけです。少なめでお願いします。バイクルクマスク。と、日ガさんからもう一度言われました。気をつけます。はい、申し訳ございません。あ、先週ですね、あの、トール選手がですね、あの、僕に早く帰ってこいとせかすという、はい。 一緒に先ほど飲むぞとせかすというメッセージも届いておりましたが、反映されなくてですね、読んでなかったらですね、帰ったら怒られましてですね、無視したろと言われました。はい。無視したわけではございません。ちょっと反映してなかっただけでございます。はい。<laughs> それではえ、皆さんからのメッセージを、えー、お待ちしております。というわけで、えー、台湾の新大阪プロレスにね、参加選手来たわけなんですけれども、僕その台湾の選手の試合っていうのはその、映像でしか見たことがなかったんですね、今まで。 例えば、レッカーさんだったりとか、この間その、タイトルマッチやりました、東洋選手だったりとかの試合は、やっぱりあの、前回のイィィ、イューュダロゴンプレスリングの参戦の時にね、動画だったりとか見せてもらったんですけれども、あの、初めて生で、台湾の選手の試合っていうのを見させてもらいまして、あの、お客さんのね、その雰囲気だったりとかも、あの、生で感じてやっぱり分かったのは、あの、プロレス好きな選手すごい多いなと。お客さんもね、プロレスに対してすごく温かいですし、 プロレスを楽しもう。この空間を楽しもうっていうエネルギーに満ちてましたのでね。はい。すごいね、感動をいたしました。はい。あの、もっとこう、お茶さんの戸惑いながら見てるのかなと思ったんですけども、やっぱり歴史として団体としても長いですからね。やっぱり皆さん、すごく楽しんで帰ってくださいまして、万太郎万太郎って言ってくれましてね。ほんとすごく嬉しかったです。はい。すごい若い選手、最近入った新人の選手っていうのもね、8月にデビューした、 選手が2人ぐらいいるっていうふうに言ってましたので、そうくんとね、同期になるような選手が、すごいね、大きい選手がいましてね、はい、その選手ずっと座ってましたけどね、はい、あの、多分、多分疲れてるんだと思いますけれども、はい、すごいね、会場の設営からその撤収にしてもね、みんなすごく一生懸命やってくれてまして、なんか当日の設営ですごい忙しかったって、レカさんがすごい疲れた顔してましたけれども、 もう、あの、会場をね、作るとも、片付けるとも、みんなほんと一生懸命みんなで一緒になってね、一つの大会を作ろうっていうエネルギーを感じました。はい。大会もね、やっぱり本当にあの、今回、あの、吉野さん、吉野レフェリーと、あの、バファローさん、もうゲストで参戦したんですけれども、いろいろアドバイスもいただきまして、はい、非常に、私としてもすごい有意義な一日となりまして、何よりもその、お客さんの前にね、スーパーマン太郎が、 海を越えて建てたというのが私としてはすごい非常に大きい出来事でございます。いやー、成田からね、なぜか成田から台湾の方行きまして、一人で、ね、空港からね、その空港の中歩いてるのも怖かったです、やっぱり。はい。あの、広いんですよ、空港が。成田、成田もそうなんですけど、あの、東園空港っていうんですかね、あの、台湾の空港に降り立ったんですけども、広くて、そして日本語通じないし、どうしようかなと。 はい。当たり前の話なんですけどね。あのー、この当たり前のことをね、やっぱりね、ありがたく思わないといけないんだということにね、気がつきました、私は。日本語を、今普段喋ってる言葉がね、普通に伝わるってね、素晴らしいことです。ちょっとね、ほんの1時間。な沖縄からだったら1時間ちょっとぐらいで台湾行けてしまうわけです。飛行機乗ればね。で飛行機に乗って、たった1時間に行ったところに行くと、なんと普段使ってる言葉もつ通じないし、 お金も使えない。ね、こんなすごいことってないですよ、皆さん。ね、普段ね、何気なく使ってるこの日本語、ね、そんなわけでと伝わってる言葉もですね、向こうでは全く通用しないわけでございます。これは不安ですね、やっぱり。私、英語も扱えないのでね、なかなか、その税関で苦労しましたね。税関というかその入国審査の時に、はい、あのー、どこに、どこに滞在するのか教えてねって言われた時に、そういえば、ケンちゃん家の住所とか、 全然聞いてなかったな。電話文号も知らないな。けんちゃんの本名漢字どういう字だっけと。はい。いろいろとね、自分では意識しない、意識せずにね、暮らしてることで、たくさんあるわけでございます。はい。ね、たくさんある中でね、やっぱりその、普段のね、生活にもね、気をつけて、本当にいろんなことに気を使っていかなきゃいけないなと、えー、富に感じたわけでございます。そして、ご飯が美味しかったなという。はい。皆さん絶対台湾行った方がいいです。本当に。 沖縄の皆さん、あの、ぜひぜひ、あの、沖縄の、那覇空港からだとね、台湾すごい近いんです。今日もびっくりしたんですけども、あのー、那覇、えー、っと、その、台北から沖縄まで飛行機に乗って、ちょっと文庫本でも読もうかなと思って、ちょっと惑うんでましたら、もうすぐ着いちゃいました。はい。機内販売何食べようかなと思ったら、機内販売も来る前に終わっちゃいましたからね。はい。すぐに着きます。だからぜひぜひ、一度ね、その、新大なプロレスが開催されるタイミングでもいいですし、 もうぜひともね、一度ね、皆さんで台湾に行ってもらって、お、台湾すごいいいじゃん、これ、って思っていただけたらね、あのー、新台湾プロレスの皆さんと一緒に過ごしていた僕としても、とても嬉しいことでございます。なので、ぜひぜひ皆さん、一度は台湾に行きたいわん、ということで。はい、そんなわけで、はい。今はそんなわけで使ってもいいかな、と思います。はい。というわけでですね、はい。 このタイミングで行けたのは僕とても嬉しいでございます。はい。嬉しいでございます。日本語としてはおかしいですけれども。はい。やっぱりね、あのー、僕、今回すごい思い知ったのは、なかなか自発的にいろんなものに向け、の興味を向けるってことをね、しなさすぎたんじゃねえかなと、はい、感じました。あのー、ポンと多分一人でその台湾、台湾で限らずね、知らない街に降り立ったときに、 僕結構迷ってしまうんですよね。優柔不断で。はい。こっち行けばいいのかなあっち行けばいいのかなって下調べもせずに来ちゃいましたから。はい。あれ、こっちで合ってたかなっていうのがすごいありましたし。はい。いやー、ちょっとね、いろいろね、考えることがございます。直さんじゃいけないこともいっぱいあるなと思います。そんなスーパーマンタロがお送りする1時間でございます。えー、皆さん最後までお付き合いいただきまして、メッセージの方も私たち送っていただければなと思います。 先週のね、あの、メールの方もなかなか読めてないものもありますので、少しずつ触れていければなと思っております。はい。あの、レフェリーのトシさんからもね、メッセージ来てたわけです、先週。あの、万太郎さんはこの後合宿所でぶっ潰されるご予定ですかという丁寧な文章で僕のことを気遣ってくれてますけれども。はい。そしてお子さんの写真もね、載ってます。え、皆さん本当にね、あの、仙台、仙台かな岩手から。岩手からね、メッセージを送ってくださった方もいらっしゃいまして、はい。 あのー、ぜひぜひ、あのー、今日も、ね、見ててくれたら嬉しいですけどもね y o u t の方でもつ、ね、ながっておりますので、はい、日本全国もしくは台湾からもそうですね風さんもいいで台湾からも皆さんねあの番組はさこのまだまだ続きます最後までお付き合いくださいませ CM ですはい 先ほどね、はい、ユーストリジムをご覧の皆さん、こんにちは、えー、スーパーマンタロウです。えー、っと、僕はどうかボタンを間違えて押したのかなと思いますけれども、あの、CD の方がですね、あの、リピートしてしまいまして、なんでだろうちょいと不安でございます。ちょいと不安ではございますが、最後まで頑張っていきたいと思います。ええー、も、ま、う、あ、これからもね、本当に台湾がた、もう、ご飯が美味しかったんですよ。もう何を食べたかっていう話だけでもね、1時間使えちゃうぐらい、 それで使ったらどうしようもないですけども。はい。いろんなものを食べてきました。いろんな場所も行きました。非常にいい場所ですよ、台湾。暖かいし。暖かいし、車の運転は怖かったですけども。はい。いや初めてのね、海外が、新台のプロレス参戦で、台湾で良かったなと私は思っております。はい。いやでもね、本当に、一人のラジオは不安でございます。 困ってしまう。はい、困ってしまうと言っておりますが、<laughs> はい。さあ、この後ですね、CM は終わってからもね、まだまだ番組続きます。 時刻は21時17分になったところでございます。え、琉球ドラゴンプロスインのマンデナイトドラゴン、1時間生放送でお送りしておりますと。ここでですね、あの、我々が普段ちょっとお世話になってます、オリーブガーデンさん、オナソンのですね、オリーブガーデンさんからちょっとメッセージがございましてですね、それちょっと読ませていただきたいと思います。えー、今回でイベントがあるそうでですね、えー、ポリスティックインテリアカラー講習と、 えー、公開施工現場レッスン。えー、沖縄の街並みをもっと美しく、沖縄百、0層プロジェクト。えー、こちらはですね、グラスアーティスト、グラスアートアーティスト、カラーセラピストの、えー、堀木玲子先生をお招きしまして、えー、春だけでセンドグラスに変わる沖縄初、センドフィルムアートの現場レクチャー。あとワークショップらしいですね。はい。こちらがですね、12月の6日、今週の土曜日のお昼の12時から、 えー、女村ベース、隠れ家レストラン、横田店にて、えー、参加費は5000円、えー、ランチをご希望の方は6000円で、えー、こちらのイベントの方ね、ワークショップの方が、えー、やっているということですので、えー、お問い合わせは098989の7233。 えー、0989897233。えー、こちら、えー、オリーブ家電さんのね、お電話番号ですので、もしね、参加でご興味ある方がおりましたら、ぜひぜひ参加していただきたいと思います。オリーブ家電さんはね、本当にお世話になっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんでね、えー、参加のお電話の方いらっしゃいましたら、ぜひともご連絡いただければと思います。お、そんなわけで、すぐに、あ、そんなわけで言っ,てしまい言ってしまいましたが、やっとメッセージが届きました。 マルコさん、いつもありがとうございます。えー、ラジオネーム、マルコさんからですね。えー、こちらの方もね、えー、読んでいきたいと思います。はい。ユーストリームの方にもね、メッセージが来てるんですよ。はい。えー、私の、お、こちらは、エミコさんですね。いつもありがとうございます。えー、私のちょっとした冒険は、40を過ぎてからストリートダンスを慣れ始めたことです。全然上手くなりません。いや、すごいですね。なかなか、始められるもんじゃないと思いますし、ストリートダンス。いや、かっこいいですね、響きが。 でも、なかなかね、挑戦するってことは、やっぱり、大事だと思います。遅すぎるなんてことは絶対ないですしね。もしかしたらそ、本当にすごい冒険かもしれません。今まで、こうなんかスポーツやってきたっていう方だったらわかりますけれどもね。突然ふっと始めるってなると、やっぱり、勇気がいることですので、非常に素晴らしいと思います。はい。ええー、続きまして、ええ比嘉さん、いつもありがとうございます。え、沖湾と沖縄との架け橋になるレスラーになってよ。ダジャレは禁止。何のことですかね。 台湾に行きたいンって言ったのが良くないんですかね。台湾に行きたいンですよ。はい。さあ、そして、えー、さあ、こちらは、どうなったでしょうかね。えー、海外進出おめでとうございます。ありがとうございます。海外進出って言うとね、なんかすごく響きが <laughs> 重、重く僕の胸にのしかかってきますが、海外進出でございます。スーパーマンタロウ海外流出です。はい。これは有識時代かもしれませんが、 はい。皆さんに受け入れてもらえたのでしたらね、非常に嬉しいでございます。嬉しいでございますって、また日本語はおかしいですけれども。はい。いや、本当にですね、台湾のお客さんあったかかったですよ。台湾の気候も去ることながら、お客さんのね、声援が非常に力になりました。そして対戦相手の当女さん、そして熊さん。あの、日本語での発言はないんですけど、戦う熊とか言って熊さんの兄弟。これがですね、非常にすごいチームでしたね。強かったです。何よりも。 僕とレッカさん、レッカさんも結構大きい方だと思ってたんですけど、僕としてはあの身体プロレスの選手ね、大きい方が多いんですよ。はい。大型選手も多くて、あの結構レッカさん、小さい方なんですね。はい。日本の、まあ、新琉球ドラゴンプロレスに来るとレッカさん、そこそこ身長も高いし、体もがっちりしてるんで、どちらかといえばパワーファイターみたいな、ね、形で試合することも多いんですけど、向こう帰るとできないんだよってレッカさん言ってましたからね。はい。で、その、東梁さんと。 マさんなんですけどもね。いやー、試合が終わればナイスガイです。本当に。一番最後までね、ずっと働いてるんです、あの人たち。僕、ちょっとそこにも感動しましたね。あのー、前回のタイトルマッチも見ましたし、そのキャプテンイーグルとのね、イーグルさんとの,その沖縄でのタイトルマッチも見ましたけれども、その時から感じてたんですけども、彼はグッドガイでございます。<laughs> はいせ。身長も高いし、ルックスもいいし、体もね、できてますし、で元チャンピオンで、 しかもね、真面目っていうね、ね、どうやったら私が勝てるのかという、はい。<laughs> 少しだけ落ち込む出来事でございます。はい。ね、でも本当にね、いい団体だと思います、新台湾プロレスさん。もういろんな皆さんのね、あのお話も聞きましたけども、すごい感動したしっていう方もいましたし、あのー、初めてね、プロレスを見に行ってくださった日本の方もいたみたいで、その、台湾にね、いつもいる方で、その、いろいろね、お付き合いがある方が、あのー、今回初めて新台湾プロレス見に行ってくれたんですけども、すごいね、反応が良くて、 僕としても、僕たちとしてもすごく嬉しかったですね。そして、僕としてもうこう嬉しかったのは、アヨンゴさんがすごく一生懸命、いろんな仕事を一人でこなしてて大変そうだったっていうのがすごい。普段、あの、日本に来た時って、やっぱりあの、言葉もなかなか難しいですし、ゲストではありますんで、なかなかそんなにその、ヨンゴさんが中心になって動くってことは、まそれはなかなかないことなので、当たり前なのかもしれないんですけれども、 いや、あの、今回、アヨンゴさんが代表なので、もうマイクを持ってね、試合前から、もうあっちに市場だし、こっちに市場だし、会場の時間がいつだってね、その会場全体に伝えてくれて、はい、いや、すごいなぁ、働いてんなぁと思って、ヨンゴさんがね、いつもと違う、本当に代表の顔に見えました。でも、あの、ダンディーでしたね、アヨンゴさん。僕の記憶の中にアヨンゴさんは、あの、最後の飲み会といいますか、送別会の席で、 すごい勢いで乾杯をし出して、すごい勢いで酔い潰れて、もう路上にぐったりと倒れてるヨンゴさんのイメージが最後に残ってたので、今回のヨンゴさん見て、ギャップにね、はい、感動いたしました。はい。いや、そんなね、ヨンゴさんが見れるのは新台湾プロレスだけかもしれません。はい。かっこいい代表のヨンゴさんを見た,か見たい方も台湾に来ていただければと。またね、でも本当にまた日本に来てもらえたら嬉しいですね。新台湾プロレスの選手たち。はい。なこで、お、えっ、ー、と、おお、またメッセージが届いてきますね。 お、いつもありがとうございます。北海道からね、いつもメッセージ送ってくれます。みゆさんですね。またおラさん一人ラジオ頑張って、頑張ります。えー、頑張りたいけれども、あと30分、40分くらいある。ね、非常に怖いですね。時間というものは残酷でございます。困っている人にとっては長く感じてしまうとで。楽しい時間は早く過ぎるけども、怖い時間はね、なかなか、ね、過ぎてくれないわけでございます。<laughs> はい。では頑張っていきます。お、どなたレイ・ハンさん。イケメー、イケメーって何ですかね。イケメーですかね。 そしてもう一度、うるさい162センチ。これ、レッカさんですね、これね。はい。レッカさん、うるさい162センチ。163.5センチぐらいありますよ。調子がいいときは僕、165センチぐらいあります。はい。そんなわけで、ね、レッカさん、日本語でメッセージ送ってくれるから、びっくりしました。はい。そんな、そんなこんなでね、メッセージも届いております。ぜひぜひ、まあ、あの、メールの方もね、あの、メールテーマの方も送っていただければ、どんどん読んでいきますので、はい。冒険のことについて、今回、冒険、 僕もね、あの、非常にもう一つ冒険がありまして、今回ちょっと東京の方にね、あの、諸事情ございまして、東京の成田から台湾の方行ったんです。一度沖縄から、えっ、ー、と、成田に行きまして、で、ちょっと東京でね、ちょっと事情、用事がありまして、その後成田から、えっ、ー、と、その晩のうちにね、あの、当日の朝入りだったので、夜のうちに成田に移動してっていうのがあったんですけども、今回一つあの、初めて、あの、冒険したことがありまして、あのー、 久しぶりの電車移動も冒険者冒険だったんですけども、初めて高速バスというものを使いましてですね、あの、東京駅からあの成田まで高速を使ってね、バスがね、移動してくれるんですけども、深夜の1時半から1時間半ぐらいかけまして、成田空港に行きましたけども、いや、これがですね、あの、あることしてたんですけども、僕、あの、バスの予約してなくてですね、乗れるのか乗れないのかっていうね、その瀬戸際だったんですよ。 乗れなかったらもう僕早朝の、本当にもう朝一番の電車に乗らないと間に合わないんじゃないかっていうぐらいね、ドキドキしましたけれども、はい。いや、高速バスすごいシステムですね、あれね。あの予約が入ってない空席の分は早いもん勝ちになるんですけども、あの、深夜のね、0時過ぎぐらいからですかね、その、バス乗り場の方で並んで、えっと、例えば空席が10席あったら、その10人までは乗れると。その1時半の時間で。 もう僕、それをその、聞いた時間がまあ11時半ぐらいだったんですけど、これはやばいと思って、これ絶対みんな来てると思って並んだんですけど、誰もいなくてですね、1時間ぐらいずっと寒い中一人で、今の鳥は寒いですよ、もう10度以下の鳥もありますからね、幼なんか。一人でね、革ジャン着てね、あのー、バス乗り場並んでました。はい。で、ば、あの、初めて使うんでね、何分その勝手がわからないので、その辺もね、ちょっとした冒険ではあるんですけれども、まずね、そんな冒険しなくていい冒険ですからね、これね。 予約しときゃ休む話なんで。はい。ちょっとね、準備がね、遅いというか、準備がなってないっていうね、私の、この、欠点。はい。ウィークポイントでございます。はい。次ね、でも、これね、今回経験したんでね、ツリーやるときは絶対ね、こんなミスを犯しません。あもう必ずちゃんと、あの、前々日のうちに、あのー、高速バスの予約を取ります。はい。それが一番簡単な話でございます。でもね、やっぱり、しばらく東京方面行ってなかったんで、電車の乗り換えがね、 本当に、本当にある意味冒険だったのはここなんですよ。渋谷駅広いこと。渋谷駅と東京駅が広い広い。え、何番出口に出たら合ってんのこれ。っていうのがね。あの、僕もともとその東京に住んでた時期ありましたけども。その時ですらね、あの、てんやわんやしてたのに。もうね、重たい荷物を引きずりながら、あっち、あっちじゃない、こっちじゃないと駆けずり回りまして。ね、回って回って一番最後にね、あなんだ近いじゃねえかっていうのに気づくとかね。ね、そんなね、 そんなバタバタとした一日を過ごしました。一日じゃないな。はい。いやね、初めてあの、なんていうんですか、漫画ピースさんに一泊するってこともしましたしね。結構ね、漫画いっぱいあるんでね、快適ではあるんですけどもね、漫画読んでる精神状況じゃなかったですし、はい。ちょうどね、あの、一回だけあの、からくりサーカス読みましたけども、途中で寝ちゃいましたからね、疲れて、はい。いやー、でも楽しいですね、冒険。ちょっと本当に僕冒険しないとダメかもしれないです。暖かい場所に居すぎます。 あの、危険を犯さないように、犯さないようにっていうね、その、臆病なね、スーパーマンタロの、その、心が、あの、生活にも現れてしまってます。安牌をね、狙おうとして、あのー、失敗しているという、はい、一番良くないパターンなので、まあ、きちんとね、その、もっとこう、なんて言うんですかね、もっともっと冒険しなきゃならないんです、私は。思いのほか私は若いんです、実は。24歳ですからね。まあ、来月25歳になっちゃうんですけれども。そのね、24歳になのて若そうです。 もっとね、なんか失敗、もっと大きな失敗する経験もしなきゃいけないと思いますしね、これ以上失敗したら僕砕け散って死んでしまうんじゃないかって思うこともありますが、もっともっといろんな経験をね、していければなと思う次第でございます。いやー、どんな話がまとまらないですね、私ね。一人で喋ってるとね、こう、まうっすぐ前をしか見入れなくなってしまう。はい。<laughs> あの、本当はもっともっとこのタブレットを見たりね、このメッセージを読んだりしなきゃならないんですけどね。 もうじーっとこのユースにも流れてる自分の画面を見つめたまま喋っているという状況でございます。えー、時刻はね、21時30分になろうとしておりますが、なんか今日寒いのでね、皆さんね、あのー、外をね、えー、車だからね、走って、えー、聞いてる方もいると思いますが、えー、防寒には気をつけて、沖縄もやっぱり寒いなと思った次第でございます。えー、ぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思います。CM の後もこの番組はこのまま続きます。最後までお付き合いくださいませ。んーな。 はいはいそんなわけで、えー、そんなわけではまた言ってしまいましたねええ y o にもご覧の皆様、えー、スーパーマンタロでございますいかがお過ごしでしょうかいやーあと30分も喋らなきゃならないってなるとね私としては何、えー、て言うんですか戦々恐々って言うんですかでございますそれでもねまだまだね番組は続きますなぜなら1時間の生放送という枠が決まっているからでございますそりゃそうだってこと話でございます はい。でもね、あのー、ぜひぜひ皆さんのね、エピソードももらえたら嬉しいです。また、マルコさんのいっつかしかちがないので、もう今後はね、マルコさんとね、マンツーまで話すラジオ番組になってしまうかもしれません。それは有識時代でございます。あと、KZ モンスターさんがですね、先週あの、またさんメールお願いしますっていうふうに言ってくれた。おしまった。なんか違う番組、ん違うあれになってるぞ。大丈夫かな助けて、助けて誰か、助けて誰かタ。タブレットが、タブレットがおかしなことになってるよ。というわけで、はい。 違う違う違うんだ違うんだメッセージを読みたいんだ私は助けてくれ誰か <laughs> FM、MM、みたいな人助けてということでねタブレットがまた僕が変なとこ触ったからおかしくなっちゃいましたんでねはい助けに来てもらうのを待ちながら番組を続けていきたいと思いますあれこれどこ触ったんだろう僕 続きますはいごめんなさい <laughs> はい時刻は21時31分になろうとしております琉球ドラゴンプロセスの「マンデーナイトドラゴンスーパーマントロが一人でお送りしておりますさあ現在の那覇の気温が22度意外と寒いですね意外と寒いですねって東京行ったらね十数度とかでしたからね ねえ、だからね、寒いなって言ってたらね、罰が当たるぞということで、えー、どんどん続けていきたいと思います。ここで、えー、FM 読めたんさんからのお知らせがございます。えー、第5回、ービチ映画祭。結婚式映像予表 DVD エントリー作品募集のお知らせ。おめでたいからこそ目立ちたい。第5回、ービチ映画祭。 今回も予選会が第7回沖縄国際映画祭の会場で行われます。ただいまエントリー作品を募集中。あなたの持っている結婚式映像予定を10分以内の DVD にまとめ、FM 読み玉でご持参ください。数多くのエントリー作品の中から選べた上位10作品が第7回沖縄国際映画祭の予選会場にて上映。エントリーは2月28日までの締め T となっています。詳しくは2ビチ実行委員会。 0989587862、0989587862まで、たくさんのご応募お待ちしています。以上、第5回ニービチ映画祭映像予鏡 DVD エントリー作品募集のお知らせでした。ということで、えー、ぜひぜひね、これね、あの映像予鏡って結構たくさん聞きますからね、ぜひとも、えー、応募していただいて、皆さんのね、楽しい映像予鏡が、そんなね、素晴らしい予選、映画祭のね、予選会場で上演されます。 ととも応募していいただければなと思います。そんなわけで、えー、本日のテーマ、えー、ちょっとした冒険、えー、メッセージが届いておりますので、ぜ、え、ひ、ー、読んでいきたいと思います。えー、マンデーナイトドラゴン、ちょっとした冒険ということで、お、マルコさんからのメッセージでございます。ほい えー、ラジオネーム、マルコさん。お帰りなさい。マントロー選手が台湾行くまでが気になってた、マルコです。えー、台湾のお土産リスナープレゼント。わざわざありがとうございます。あれあるないないです。はい、ごめんなさい。ね。僕はね、そんなになかったんでごめんなさいね。次行った時に買います。はい。えー、ちょっとした冒険。仕事で海外出張10回ほど。おお、すごい。ハワイ、タイ、シンガポール、ジャカルタ、マレーシア、ブルネイ、なんとかなる精神で一人でウロウロ。 ジェスチャー単語オ,オンディの英語で、ルンピニスタジアムで無栄体観戦。おう。クアラルンプールで釣具屋さんへ。おう。地下鉄、RT、バス、なんとかなってますえ。海外行ったらちょっとした冒険してます。おーすごいなぁ。そんなわけで追伸、追進<え>、ファンティー加藤さん、琉球ドラゴンプロレスしてましたよ。観戦おすすめしておりました。え、すごい。え、なんか嬉しいですね、それはね。じゃあ、ぜひぜひ、ね、コラボレーションをしていただければと思います。 え、直接話ができたんですかすごいですね。えー、そんなわけで、すごいですね。でも、ちょっとした冒険というか、本当に冒険ですよね、これ。海外出張海外出張があるっていうのもすごいですけどね。はい。タイの、ルンピニルンピニスタジアムでムエタイ感染って、よくできましたね、そんな。タイの、タイ、タイって結構、危ないところですからね。はい。みんな、無敵感染行きたいですね。無タ感染行きたいですねって話もおかしいですけど。僕も、あの、 そのデュドラゴンプレイス来る前で、その前の団体、まあ某団体の練習生だったわけですもん。それな、入門テストを受けるときに、もしこれでわかんなかったら、しばらくタイにでも行って、ムエタイをやろうと思ってた時期がございます。あの、単純な思いつきだったんですけれども、はい。で、タイ語のね、あの、本を図書館で借りてきて、全部写して、で、いざね、あの、話せるなった方は全く話せませんし、はい。これどういう意味なんだろうって思いながらやってましたけども、はい。 それもね、なんか一種の冒険かもしれません。はい。いやすごいですね。マルコさん、いつもありがとうございます。はい。それではですね、えメッセージの方を読みたかったんですけれども、これなんか僕、なんかどこかまた間違ったとこいじっちゃったな。どうしようかな。ユーストリームの方のね、あれがね。お、出てきた。よかったよかった。あ、大丈夫だ。はい。えっ、ー、とですね、お、来ます。ウサギさん。どなたでしょうかね。えー、台湾の女の子、可愛いですよね。可愛かったですよ。はい。 ははは。<laughs> その話になるとね、またね、長くなりますしね。いろいろね、語弊もございますんで。ね。僕はね、あの、年末ね、21日に、ミイさんを倒して、ミイさんを嫁にめとるね。その、それまではね、目移りしません。はい。そんなわけで、そんなわけで、また出てでししまいました。え、グルクンさんから、予約してなかったのは僕のミスです。ごめんなさい。そんなことないですよ。僕が、僕が予約すればいいだけのお話ですし。前日、キャプティンイーグルさんからも、あれ、バス予約したのって言われましたからね。はい。 その時点で電話したらもう間に合わなかったんで、はい。ちょっとね、僕が固定に回ってしまいました。はい。次の方、えー、比嘉さん、本当だよ。話がまとまってないよ。すいません。<laughs> なかなかね、僕はこう、言葉にして皆さんにその思いを伝えたりするのはですね、あまり得意ではないのでございます。はい、ね。気持ちを伝えるのって難しいですね。やっぱり。そんな、そんな私がお送りするラジオ番組でいいんでしょうか。はい。ね、えへミューターさん、ごめんなさい。頑張ります。 もっともっとね、言葉がね、ポンポン出てくるようになったらいいのになと。もっとね、友達に手紙を書くときみたいに、スラスラ言葉が出てくればいいのに。ね、もう少しお互いを知り合うには時間が欲しい。まあこれただザードのね、歌詞をね、思い出して言ってみただけなんですけれども。はい。さあ頑張りましょう。お、これはカズヤさんですかね。マントロさん、台湾のリングは本当に沖縄より重いですかそうですね、あの、今回ですね、台湾のリング、僕初めて、あの、 運ばせてもらったんですけども、そのリング撤収の時にね、結構重いです。はい。あのー、いろんなリング、僕も何種類かリングは、その運ぶお手伝いをとか、まあ、撤収とかでね、設営でやってるんですけども、まあ、あのー、沖縄のリングもね、そこそこ重い方ではあるんですけれども、あのー、台湾のリング、ちょっと形が日本のものとちょっと違いまして、結構珍しい形なんですね。はい。あのー、多分柱、柱というか、まあ、鉄骨がその日本のものの、 が、二つ、日本のものだと、その二つに分けるものが一個になってる。まあ、つまり、あの、倍の重さがあるってことですね。あと、長いんですよ。はい。の倍の長さがあるので、多分、この、なんてん収納がやっぱ大変なんだろうなって思います。はい。皆さん、リングを組み立て、今後、リングを組み立てる予定もない方には、なかなかその興味を持っていただけるかどうかわかりませんが、はい。リングはね、意外と重かったです。あの、鉄骨も重いですしね。板が長いので、板が長くて、分厚いので、結構重かったですね。はい。 これ、興味あるのは、どういう、どういうその人に、リングの重さ、興味あるのか分かりませんが、結構ね、でもね、あのいいリングです。珍しい形ではありますが、あのー、やっぱりね、リングがあるっていいと思います、会場に。なかなかね、自分のリングを持ってる団体っていうのもないところも多いですし、はい、リングがあるってことは、プロレスができるってことですからね、いざとなったらそれを持ってどこかに行けば、プロレスができる。こんな素晴らしいことはないですよ、皆さん。はい。台湾ではその環境があるわけです。 やろうと思えばプロレスができる環境があるということは、プロレスはね、なくならないということございます。あんだけね、本当にプロレスに愛情を注げる皆さんがね、たくさん集まってるっていうことは、今後もっともっと、もっともっと熱が生み出せるはずなんですよ。はい。ね、日本からね、あの沖縄から行った我々としても、僕としても、すごくね、あの熱さを感じましたし、なんかものすごいチャンスなんですよ。まだまだ。 プロレス文化がまだ根付いてないっていことは、根付いちゃったらこっちのもんだって話せるがありますからね。はい。沖縄と状況ちょっと似てるようで、沖縄よりも、もしかしたら、もっともっとその、唯一の団体っていうわけではないかもしれませんが、もっとね、大きく大きく、一回爆発したらすごいことになるんじゃないか、スターが生まれちゃうんじゃないかっていう予感はします。だから、劣化さんが台湾の力量さん先生になる可能性もありますし、東梁さんと、 その、熊さんが、あのー、台湾のバラモン兄弟さんみたいになるかもしれませんし、ね、そういうね、その可能性をすごく、すごく感じる、感じる一夜でございました。小田さんもたくさん入りましたからね、今回本当に。いやもうね、熱いです。台湾。今ね、これをこっそり聞いてるプロレス関係者の方がいましたら、ぜひちょっと台湾、新台湾プロレスにアクセスしてみてください。なんかね、掘り出し物があるかもしれませんよ、っていうことで、はい。 でもね、一回ね、琉球ドラゴンプロレスには話を通してくださいねっていうね、そういうよくわかんない政治的な話をね、あるかもしれませんが、はい、そんなわけで、はい、また、またそんなわけですって言っちゃったよ。なあ、怖いな、怖い。はい、お皆さん、琉球ドラゴンプレスさんのプロレスを見てからプロレスにはまりました。ありがとうございます。このね、あの、別のね、あの、ラジオ局さんのね、あの、番組のリスナーさんで、なぜか僕が偶然ゲストに出た時にね、その興味を持っていただいて、本当に、あの、沖縄まで来てもらって、北海道から、 いつもありがとうございます。またぜひぜひね、あの、楽しいプロレスをお見せできればと思いますので。あのね、僕たちのことを見ててください。そして、また、またしてもこちら、マルコさんからメールが届いております。マンタロー選手、マンツーまで喋ってもオッケーですよ。そんなわけで、東京の用事もファイトです。あ、ありがとうございます。ファンキーア加藤さん、串川イオンに来てました。直接話しましたよ。いい感じな印象でした。あら、嬉しいですね。そうなんですよね。串川のイオンの方でですね、あの、よくイベントも、 我々もやってるんですけれども、音楽イベントも盛んなので、あの今回ね、あのー、来てたみたいですね、す、はい、素敵な話ですよ、本当に嬉しいです、プロレスファンの人ってね、日本中、あちこちにいます、でもね、あのー、この団体が好きって選手もい、この団体のプロレスが好きって選手もいますし、あのいろんな団体をね、見ようっていう方もやっぱりいると思いますし、デューキュー・琉球ダラゴンプロレスリングにですね、その目を向けてくれるっていうのはすごく嬉しいことでございます。 なかなかその自分たちの目の届く範囲でねやっぱ楽しむっていうことが多いのでなかなかねそんな非常に嬉しいですね本当に単純に僕嬉しくなってきてしまいましたはいだからなかなかその興味を持ったらねいろんなものに目を向けるっていうのはやっぱり絶対必要なことでございます僕台湾でちょっと興味持ったのがあの結構道場があるんですよね結構柔道場でねそのにそのリングを立ててるんですけども 結構その格闘技だったりとか、台湾でもね、いろいろあるのでね、そういういろんな各地方、沖縄もいっぱいありますけども、いろんな国のいろんな格闘技ってどんなもんあるんだろうっていう。いつかそんなものをね、ふらりと放浪の旅に出てですね、ちょっとずつ身につけて、あの、何ていうんですか、ハイブリッドな、ハイブリッドレスラーとして、はい、戦っていければなと思います。なんかいろ、本当に、いろんな、各国いろんな国技があるじゃないですか。タイだったらムエタイもそうですし、ロシアだったらサンボとか。 あとは、インドだったら、ヤールグレッシュっていうんですかね。あれ、あれトルコかなあの、油をビタビタに塗って、あの、相撲を取るっていう。そういうなんかいろんな、各、各国にある格闘技だったりとか、文化的なものとね、触れ合っていけたら楽しいのかなと思います。そしてそれを気候文として、えー、文章化して、えー、本にして、そしてそれで成型を立てていきたいなと思います <laughs>、ね。なんて甘いことを考えてるんだって話です。はい。ちょっと、それもまたちょっとした冒険ですけどね。本当にいろんなね、ことに、 目を向けていろんなことに挑戦していくのは冒険でございます。今回僕、東京にちょっと用事があって行ったんですけど、それも冒険でございます。ちょっと今回の冒険はですね、ちょっと難航しましたけれども、はい。またね、釣りの冒険の際には、うまい具合に、うまい具合にというか、もっともっと頑張っていければなと思います。もう本当にね、僕頑張ることしかできないんですよ。もう本当にもう頑張ります。頑張って頑張っていきます。そしてレッカさんから、 え、シュードフは美味しいですかえっとですね、シュードフ食べてきました。あの、その話もちょっとしたいんですけども、あの、台湾の料理でね、あの、匂いの豆腐って書いて、シュードフっていう食べ物があるんですけども、これですね、あの、<laughs> まあ、いわゆる珍味なんですけども、その最初に食べた時はね、非常に美味しかったです。1個目。あの、最初にお勧められたのが、焼き、焼きのシュードフ。焼、いたシュードフなんですけども、これはちょっと美味しかったです。 で、ヨイ市の方に行きましてですね、今度は揚げたシュー豆腐っていうのを食べさせてもらったんですけども、これはですね、あ美味しいんですよ。非常に美味しいんですけれどもね。あのー、本当生、生タ体を表すと言いますか、その、ちょっと臭かったですね。やっぱり。でも美味しいんですよ、本当に。あの、苦々しい顔してましたけど、美味しかったんですよ。それは信じてください。あのー、僕嘘ついてないですからね、レッカさん。ケンちゃん。美味しかったよ、本当に。<laughs> はい。いや、台湾のほんとご飯の話いっぱいしたいんですけどね。 本当にチャーハンがうまかったなとか、小籠包美味しかったなとか、あの、あんこの生えたまんじゅう美味しかったなとか。いや、本当にね、もう一回本当に普通に旅行で行ってみたいです。試合で行って、旅行でゆっくりしてってこともしてみたいですしね。はい。いいな、やっぱり、こんなね、海を越えたところに友達がいっぱいいてね、同じね、プロレス好きな人がいっぱいいてって、こんな素敵な話ないですよ、皆さん。ありがてえ話でございます、本当に。 またね、呼んでもらえたら嬉しいな。プレッシャーかけとこ呼んでもらえたら嬉しいな。<laughs> そんなわけで。絶対ね、本当にもっとみんなで行きたい。本当に。YouTube d r a g プロレス o l e でね、みんなで身体プロレスのみんなのところに行って、もっともっとね、盛り上げていけたらなと思います。はい。ぜひぜひね、それも実現に向けていければなと思いますし、ね、絶対楽しい。いろんなこんな、本当にあちこちでプロレスがしたい、僕は。できることならば。 いろんなところに行きたいし、いろんな人にプロレス見てもらいたいし、プロレス知らない人に、あ、スーパーマンタロっていうのはこういうもんなのかと見てもらえたらね、嬉しくてたまらんですよ。はい。そんなわけで、えー、皆さんと過ごしてきた時間もね、もう残りわずかになってきました。ね、天パにながら過ごしてきたラジオ1時間ですけれども、僕いつになったらこの1時間という枠になれるんでしょうね。はい。 皆さんもね、温かく見守っていただければと思います。えー、CM の後もまだまだ番組は続きます。この後は、琉球ドラゴンプレーシングからのお知らせもございますので、えー、最後までお付き合いくださいませ。この後が重要だよ。チャンネルはそのままで。えー、CM の後は、スーパーマンタロからの告知でございます。いやー、緊張しますね。ラジオ番組というのは。困ったな困ったなって、もう、もう最後ですからね。あ、あ、しまった。 いや、落ちてしました。これ、どうなってんの、これ、どうなってんだこれ。あれ、これ、どうなってゃんだ。よっ、よ。大丈夫です。はい。はい、では、えー、予想でわけで、ええ、よそりも、おらの皆様。えー、もう、ぼちぼちね。<laughs> もう、もう、一時間終わってしまう。いつなったら、僕は慣れるんだ、本当に。<laughs> <laughs> ああ、そう,いうわけで、ええー、この後はね。 ジュドラゴンプレスカーのお知らせもございます。はい。あ。レイハンあ、これレカさんですね。 FM 用見た。はい、そんなわけで、時刻は21時47分になろうとしております。えー、琉球ドラゴンプロレスのマンデーナイトドラゴン、1時間の実況生中継でお送りしてきましたが、えー、もうぼちぼちね、私とのね、私との悲しい別れの時間が <laughs>、 悲しい別れの時間というわけでもないですけどもね。近づいてまいりました。え、ここで琉球ドラゴンプロレスリングからお知らせがございます。ですね、まずはですね、今後の日程について発表していきたいと思います。え、今週末の公表につきまして、え、今週12月6日は、え、ネーブルカデナ19時から通常公表となっております。その翌日12月7日には、なんと、カデナ町の え、商工会が主催しますお祭りにて、えー、昼、お昼からと、えっ、ー、と、夕方から2分でやってますけどもね、2部構成で2試合ずつございます。こちらですね、ゆるキャラと大道芸人様、集まって参ります。えー、フェイスペイントだったりとかもね、催しもございますので、ぜひぜひ、かでな町の近辺にお住まいの方、えー、かで町にね、本ん一回行ってみたいなーっていう方もね、無料の講料がございますので、ぜひぜひこちらの方も、あの、ゆるキャラ、イモッチがね、もしかしたら、我々と何かあるかもしれませんので、はい。 ぜひ、私のね、ライバルでございます。はい。プリンセスマンゴーに次ぐライバル、えー、イモチでございます。はい。いつかね、僕はね、カデナ町のユリテラになると思っておりますので。はい。えー、そして、えー、っと、今週、ちか、直近ですと15日土曜日。えー、こちらもね、えー、っと、ひえー、っと、夜の19時からネーブルカデナにて考慮がございます。そして、これも言っていた方がいいですね。14、1えー、失礼しました。え、12月21日、コザバトルフェスタ 4! もういよいよもう今月12月になってしまいましたからね。あと3週間ぐらいしかございません。もちろん、あのビッグゲスト、天竜玄一郎選手も決定しております。佐々木隆史選手の、えー、参戦も決定しておりますが、えー、こちらカードが対戦カードが決まっているのが、えー、首里城対入江茂広。そして、これは決まっているのかどうかわかりませんけどね。私とミーさんは戦います。そして、マブイくんを、僕が交通費を負担して呼ぶ感じになっております。 僕のね、タックマッチでですね、えっ、ー、と、僕とミーさんがね、えー、戦いまして、勝ちましたらね、僕が勝ちましたらですね、あのー、ミーさんをですね、嫁にしようと思っております。はい。これを、この条件で私は試合を飲んで、飲んだところありますので、はい。えー、今年度中にね、私は既婚者になれるかと思います。はい。もうね、あのー、先月の工場で2回私ミーさんに勝ってますんで、まあ、ね、形はどうあれね、私は勝ってますので、これはね、もう負けませんよ、私は。はい。 ね負けないってことはね、結婚することこですからね、みーさん覚悟しててもらいたいです。そしてお土産買ってきたので後だけます。はい、楽しみにしててくださいね。というわけで、はい、そんなことなので、えで12月21日、コザバトルフェスタを、えお昼の15時オープン、16時から試合開始となっております。チケットの方がですね、なんと最前率がもうほとんど残りわずかとなっておりますので、えお早めの、えご連絡をいただければと思います。チケット情報はこちら、インフォ、アットマーク、RD、ハイフン、 えー、pw.com、info.rd-pw.com まで、えー、どしどし、メールの方を送っていただければと思います。各選手個人にね、メッセージいただいても可能ですので、Facebook だったり、えー、例えば Twitter だったりとかね、えー、あと各選手が持ってるメールアドレスの方に、チケットの委託の方をね、お願いできればと思います。えー、こちらの方もぜひぜひ、指定席もね、まあ売れてますので、早めにね、買っていただけるのが一番いいと思います。 今回あの、前回までの流れでですね、あの、自由席の方がちょっと余ってしまって、指定席がね、ちょっと多めに設定しましたので、あの、早めの方に、もし確実に座りたい方はね、あの、指定席を買ってもらうのが一番ありがたいかなと思います。なかなかここ最近あの、立ち見が多くなってまして、自由席お買い求めになったお客さんが、結構立っているってこともありますので、はい。もし、早めにチケットの方がね、えー、お求めいただける方は、 えー、我々選手の本にでも構いませんので、えー、指定席のね、えー、ご注文いただければと思います。私はデッキを借り、直接おかけできればお伺いしますし、取り置きも可能ですので、ぜひぜひ、えー、ホザバトルフェスタ4、年末最大のビッグマッチ、えー、デューキューダルコンプレッシング今年の総決算になるであろうこの大会、ぜひとも生で、天竜源一郎、焼き付けていただければなと思っております。はい。 そんなわけでね、各チケット、あの普段の通常購入のチケットも先ほどのアドレスから、えー、注文できますので、もしよろしければぜひとも、えー、d q ドラゴンプレスのホームページからも、えー、チケットの方は購入できますので、えー、皆さんね、いろんな方法を使いまして、えー、d q ドラゴンプレス見に来ていただければなと思っております。さあ、そんなわけで、そんなわけでってもう <laughs>、使っちゃうなはいお。お、見てる方もヒヤヒヤ緊張しますよ。ごめん、ごめんなさい。すいません、緊張させてしまっておりますね。はい。 さあ、デュキュドラゴンプレスのマンデーナイトドラゴン、えー、いかがだったでしょうかね今日ね、台湾から帰ってきたとは思えないですね。結構時間の巡るのは早いもので、本日の朝までね、僕台湾にいたはずなんですけどね。結構ね、めくるめく、11月後半を送って、気がつけば12月になっているという、はい。衝撃ですよ、もう12月ですよ、皆さん。あと1ヶ月しかないんですよ、今年。年賀状のご用意はしましたか はい。僕年賀状年賀状どうしようって、今気づきました。はい。去年はあんまり書いてないですからね、年賀状。はい。もう、あと1ヶ月、やり残したことは皆さんありませんでしょうか私のやり残したことは何だろうやり残したこと誰かのような気もし,しないでもないですが。12月は早いですよ、本当に。行事が盛りだくさんです。皆さん、忘年会だったりとか、新年会だったりとかの準備もあるでしょう。なんと、琉球デュキュドラゴンプロデューシング、忘年会プロデューシングのね、 やっております。今後ね、もし忘年会や新年会でプロレスを見たいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも先ほどね、お伝えしました rd、rdinfo.rd-pw.com の方まで、ね、ご一報いただければ、なんと、ネブルカデナで忘年会プロレス、お食事ついてきます、お酒も飲めます。そんなフォーマットでやっておりますので、ぜひともご興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、えー、メッセージをいただければなと思っております。 ちょっとね、うまく繋げた気はいますけど、なんか、無理やり感もすごい漂っておりますが、はい。そんな感じでね、いろいろね、イベントごとだったりとかに、プロレス呼びたいとかって言ったらも、ぜひとも、来年今年からも来年以降も、呼んでいただければ、DUTU ゴンプロレスにそちらにお伺いします。待ってるだけじゃね、始まりませんからね、来てくれって言われたところに行くというね、皆さんの元にやって、赴いて、プロレスを見てもらうというね、この形もね、出ていければと思います。 ぜひぜひ、もう本当に、ちょっと興味があるなって方でも構いませんし、何かね、ご興味持ってくださった方が、その、ご相談していただければなと思います。はい。そんなわけでもう、残りわずかになってきてしまいましたが、はい。本日の十九ドラゴンプレゼンのマンデーナイトドラゴン、いかがだったでしょうか、えー、一人でね、ラジオをやるということになれ、早く慣れた方がいいんですけどね。なかなか、なかなか慣れないですね。はい。台湾のエピソードもっともっといっぱいあったんですけどね、もっと喋りたいこともいっぱいあったんですけれども、 いや困ったもんでございます。困ったもんでございます。そんなわけで、そんなわけで、もう本当にもう治らないな、これ。ダメだな、私は。<laughs> 困ったものでございます。まあ、そんなわけで、この曲が流れてきましたので、のんびりとお話ししながら、えー、来週までお別れとなりますかね、これで。はい。えー、さあ、沖縄ロックンロールが流れてまいりましたので、はい。 え、皆様と過ごしてきました。この1時間余り、えー、スーパーマンタロ今日は随分とテンパってしまいましたが、ね、もっともっと台湾の話もしたかったですけれども、ね、次はね、もっともっとみんなで台湾に殴り込みをかけて、もっともっと熱く盛り上げて、台湾にプロレスをね、定着させてやれたらなと思っております。はい。僕としてはもう一回あの、チャーハンと、あとあれですね、シューマイですね、シューマイが食べたいな。 ああ今からでもね、お腹が空いてきしまいました。<laughs> はい。<laughs> いや,いや皆さんとそして、ね、1時間、えー、DUQ ドラゴンプレスのスーパーマンタローがお送りいたしました。えー、来週もね、またこの時間、えー、月曜日の21時から1時間生放送でお送りしていきます。もちろん皆さんも聞いてくれますよね。 え、いつもいつもありがとうございます。メッセージの方もね、必ずあの、本日読まれなかったメッセージだったりとか、前回読まれなかったメッセージも、必ず目を通して参りますので、ぜひとも皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。スーパーマントロが一人でラジオをやるのは不安だなという方、そして、スーパーマントロ一人で喋っててこれやばいぞと思った方はすぐメッセージを送ってください。す、わらにもすがる思い。 もう全然わらじゃないです。皆さんのメッセージが面白いですからね。はい。そんなわけで、えー、本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。本日のパーソナリティは私、スーパーマンタロがお送りいたしました。えー、来週もまた21時から、えー、誰が来るかわかりませんが、多分私が来るんじゃないかなと思っております。はい、ぜひとも、えー、また、来週も一緒にこの時間を楽しんでいければと思います。えー、本日もどうもありがとうございました。また来週、さようなら。 え、ユーストリームをご覧の皆さん、今日は富に、えー、緊張しておりました。なぜでしょう <laughs> な、なんでこんなに今日は緊張したんでしょうかね教習所の教官の人に君寝てたろって怒られたからですからね寝てなかったんですけどね。はい。<laughs> そんなわけで、えー、また来週も一緒に楽しんでいければと思っております。えー、今日はどうもありがとうございました。また来週